はい、こんにちは、ピケアです。今日ね、この RX7 と S2000、魔王と魔王だよね。これをイニシャル D でおなじみ、アキナ峠でね、勝負させるとどうなるかっていうのをね、やっていきたいと思います。超白熱したバトルがね、展開されると予想されます。このね、モッド、2台ともね、まあ、結構よくできてて、乗り味が最高にいいんだよね。モノマネであるから、ここのチューニングショップが作るこの車、それと同じっていうことではない。うん、だから、その結果がね、即現実の結果っていうことでは絶対ないからね。そこだけはちょっとね、注意してください。ということで、理屈はいいけど、かっこいいや、2台とも。でね、白熱したバトル。展開されると思われるので、いきなりねバトルやっていきたいと思います。まず S2000 に乗ってバトルして、その後ね私が RX7 に乗り換えてバトルするっていうねやり方でダウンヒルやっていきたいと思います。じゃあやっていきます。はい、魔王対魔王、 RX7 対 S2000 やっていきたいと思います。アキナ峠ですね。どうなんだろうね。せー、もう容赦はしない。向こうのパワーがあるからな。おお、すごい突っ込み。嘘だろ。あー、レバー当たった。曲がんねえな。ちょっと曲がりすぎるな。立ち上がり重視。左足ブレーキで、よし、よし、捉えた。よし、ちょっと立ち上がりがいいね。二蔵としてくるか。あー、こっからが早いな。スリップ、スリップ、スリップ。いやー、もうギリギリのラインでスリップ。ここ水落として、おお、そこのラインでね、俺は小回り作戦でいくよ。ちょっとレブってる。3か、迷うとこだ。あ、3もいいね。よし、あ、曲がるな。そう、一瞬の悔いが、悔いって回るな。あー、こっからか。よし、よし、うわー、行こう、入って、おーい、行こう、行こう、待て。うわ、いいんや、入れない。3かったるい。跳ねる、跳ねて曲がんない。
お、ここ遅いな。いけるかも。いただく。よし、ちょっと小回り。うわ、家にいる。次は俺がいいんだ。ちょっと待って、そんなに一緒なの。うお、流れた、ちょっとごめんね、流れた。ちょっと待ってよ、どこまで並んどんねん。どこ走っとんねん、どっちで。鼻入れて、鼻先入れて。横にいる。すげえ、俺がいいんです。よし、これでいったな。めちゃくちゃ立ち上がり重視で、この辺からよし来い。繊維喪失した、あいつ。よし、わあ来るね。めっちゃ安定してる。繊維喪失したらしい。いなくなった。よし、ということで1本目。さて、1本目ね、 S2000 が勝ちですね。はい、めちゃくちゃすごくない？はい、じゃあね、次は RX7 側でやっていきたいと思います。横向いちゃう。運転か。あ、運転もあんのか。難しい。実車こんな難しくないはずだけどね。乗りやすそうにしてたよね。知らんけど、まあプロが乗ってるからね、なんとも言えん。めっちゃ効く。ちょっと固まるな、ソフトが。よし、多少運転しやすい。セット変えながらね、俺でも運転できるセットに。よし、だいぶ追い詰めたぞ。でもアクセルバンって入れられないんだ、俺の腕だと。まっすぐにして荷重をこう。いやちょっとなるでしょ。でも大丈夫、意外と追いつける。よいしょ。いや、
いや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 、めちゃくちゃ難しい。跳ねるとね、トラクションが抜けて、パーンって流れる。かき落としたくない。両方踏んでる、アクセルと。あー、待って待って。路面が悪いところで立ち上がると本当に流れる。うわー難しい。あ、いいね、こういうとこ、こういうとこ早いわ。すげえ余裕だわ。はい、はい、ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。なんだ、うぃ、こそこないな、こういうとこも悪くない。あ、こういうとこのボトムも早いな。いや楽しい、何よりも楽しいぜこれマジで。本当にバトルしてるみたい。なんだ、出た。おい、かくつくな。ちょっとソルが重いな、このバージョン。楽しい、このなんか、ちょっとイン、すいません、ちょっと入ります、ちょっと入ります。はい、はい、いただき。アンダー出た。でも大丈夫、次もいいんだよ。はい、いただきます。うわぁ、そっちは行かせんけど。あー、アンダー出る、跳ねてアンダー出る。あー、いいエンジン、なんだこれ。バイバイ。はい、やーべえわこれ、気持ちいい。あー、このぐらいの高速コーナーすげえ気持ちいい。今全開で言ってないけど、もっといけるけどね、タイヤ使ってないけど、あんまり。気持ちいい、できた。あー、ここある、変わってんだ。もうちょっとドライブしてたら、いやー、いい感じ、すごいいいわ。いや、どっちもいいね。はい、ゴール。はい、やってきましたけどね、いかがだったでしょうかね。RX7 対、いやー、S2000。どっちもね、全然違う車なんだけど、性格がね、ターボ対 NA で、まあ、両方ももう軽量で、まぁ、ちょっとね、RX7 の方が重い感じ。まあ、このね、モッドの設定上ね。で、まぁ、実際の車の結果とは全然違うものになってると思う。うん、まぁ、モノマネ歌合戦みたいな感じだから、で、モノマネ同士が戦ってもさ、どっちが上手いとか関係なくないっていうね。でも、まぁ、そうは言っても、素性は出てて、かつね、なんか、本当に峠走ってるっていう興奮とね、なんていうのかな、やっぱこう、乗ってる感がやっぱあるね。すごい、面白い。やってて。はい。ということでね、またね、こういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。あ、疲れた。楽しい。